トマス・アンソニー・ミローンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、総ガス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシンシナティレッズ参加所属。ワシントン・ナショナルズ時代2008年の MLB ドラフト10順目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。2011年9月3日のニューヨーク・メッツ戦において、メジャー初登板を果たす。 この試合では、アンヘル・パガンから、初脱三振を記録し、その後に入ったメジャーで、初打席では3点本塁打を放った。オークランドアスレチックス時代2011年12月23日に、ジオ・ゴンザレスとの1対4のトレードで、ブラッド・ピー・コック、デレク・ノリス、AJ ・コールと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2012年は、東京ドームで開催された、 MLB 日本開幕戦のメンバーとして来日。3月25日に行われた読売ジャイアンツとのプレシーズンゲームで先発を務め、カート鈴木とのバッテリーで5回を無失点に抑えた。6月21日のロサンゼルスドジャース戦では、自身初の完封を記録した。先発ローテーションを開幕から守り抜いて、チーム最多の190回を投げ、 トップタイの13勝を挙げチームの地区優勝の原動力となった。ミネソタツインズ時代2014年7月31日にサムファルドとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。ツインズ加入後は6試合に投げたが防御率7.05で勝ち星なしに終わるなど炎上した。アスレチックスとの通算成績は118.0イニングに投げて6勝4敗。 防御率4.19、75奪三振という内容だった。2015年は先発の一角として24試合に登板した。規定投球回には届かなかったが、急勝を挙げて、防御率は3年ぶりに4.00を下回るなど、やや復調したシーズンとなった。2016年5月9日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級。 ロチェスター・レッド・ウィングスへ配属された。その後、6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同年は先発の一角として19試合に投げ、3勝5敗、防御率5.71という成績に終わった。10月17日にマイナー契約となり、翌18日に FA となった。2016年12月14日に、 ミルウォーキー・ブルワーズと一年契約を結んだ。2017年は、開幕から、アクティブ・ロースター入りし、当初は、リリーフ、4月8日のシカゴ・カブス戦など3試合で、先発、その後は2試合で、リリーフ登板したが、21投球回で1勝0、はい、防御率6.43の成績と不振で、5月1日に、ロブス・ケーヒルと入れ替わる形でディエフェとなった。 ニューヨークメッツ時代2017年5月7日にウェーバー工事を経てメッツへ移籍した。10月26日に FA となった。2017年12月16日にプロ入り時の古巣であるナショナルズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ワシントンナショナルズ時代2018年は開幕を 参加の AAA 級シラキュースチーフスで迎えた。7月26日にスティーブン・ストラスバーグの故障者リスト入りに伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。故障者リスト入りしていた9月3日にマイナー契約となり AAA 級シラキュースへ配属された。オフの10月1日に FA となった。 2018年12月8日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2019年5月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のテキサスレンジャーズ戦で先発当番を果たした。オフの10月31日に FA となった。2020年2月14日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月15日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月24日のボストンレッドソックスとのシーズン開幕戦では自身初の開幕投手を務めたが3回4失点で敗戦投手となった。2020年8月30日に後日発表選手とのトレードでアトランタブレイブスへ移籍した。 9月30日に自由契約となった。2021年2月25日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月4日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。8月10日に自由契約となった。2021年8月24日にシンシナティレッズとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級、ルイビルバッツへ配属された。ボール球を振らせることと、タイミングを外すことに長けた、技巧派左腕である。内角に、速球、外角に変化球を散らして、打者を揺さぶる。ありがとうございます。